私の研究対象は MRI です。MRI とは、静磁場、高周波 RF 磁場、勾配磁場の3種類の磁場を用いて、主にプロトンの核磁化分布を計測する手法であります。当研究室では、このような 1.5 テスラの超電導磁石 MRI、超電導磁石を購入し、その周辺機器として RF プローブ、勾配磁場コイル、そして PC 等を、独自に組み合わせ、MRI システムを独自に開発してきました。原理として簡単に MR 画像取得の流れについて説明いたします。このようにプロトンを含むサンプルに先ほどの3種類の磁場を引火し、このような NMR 信号を取得します。この信号が並べられた空間のことを K スペースというふうに呼んでいます。この NMR 信号が核磁化分布の風流成分に対応するという性質を用いて、これを風流変換することによってこのような MR 画像を得ることができます。MRI ではこの K スペースのデータのスキャンというのが非常に重要です。そのスキャン方法について代表例を2つほど紹介します。最もコンベンショナルな方法としてスピンワーク法というものがあります。この K スペースの K の値というのが勾配磁場の時間積分に対応しているという性質を利用して、例えば X 方向の勾配磁場 GX をこのように一定に満たした場合に KX は時間に対して線形に変化します。のでこの間のデータを取得することによって1次元のデータのスキャンが可能になります。さらに Y 方向の勾配磁場もこのように段階的に変化させ、 K スペース全体でデータの取得を行います。一方、近年注目されているのが高速イメージング手法です。その代表例としてスパイラルスキャンというものがあります。このように勾配磁場をサイン波状に、そして振幅を増大させながら変化させ、その間のデータ取得を行うことによって一度にこのように低空間を多くのデータをスキャンすることが可能となります。またこのような K スペース上でのスキャンの軌跡を K スペーストラジェクトリーと呼んでいます。こちらに撮像例を示します。もちろん撮像のパラメーターによって時間も変わりますが、このように大幅な時間の短縮が見込まれます。高速イメージング法の問題点として2つほどあります。1つがワンスキャンあたりのデータ収集時間が長いために、その間の磁場変動の影響を受けやすいといったところがあります。もう一つが、本研究で特に注目している問題点です。高速な電流のスイッチングがこのように必要だということで、水電流の発生が懸念されます。例えば超電導磁石の放射シールドであったり、 RF プローブにかぶせて用いる電磁シールドの胴体部分から発生する水電流磁場によって、この K スペーストラジェクトリーの変形が予測されます。独自にシステムを開発している我々だからこそ、こういったハードウェアの不完全性に起因する磁場の変動を計測し、補正することが重要だと考えています。これを可能とするものとして、フィールドカメラシステムと呼ばれる小型の RF プローブを用いた磁場モニタリングシステムが提案されています。例えば、このように歪んだ K スペーストラジェクトリーを直接計測し、画像補正を行ったという結果や、GARF と呼ばれる勾配磁場のインパルス応答を計測し、K スペーストラジェクトリーの予測を行ったという報告例があります。そこで本研究の目的を、この 1.5 テスラのコンパクト MRI システム向けにフィールドカメラシステムを開発し、K スペーストラジェクトリーの計測および予測を行うことで、高速イメージング法の画質向上を図るとしました。本発表は K スペーストラジェクトリーの計測と予測の2本立てで発表していきます。1つ目が K スペーストラジェクトリーの直接計測についてです。システムの開発にあたって開発した、小型 RF プローブがこちらになります。ここが RF コイル部分となっていて、直径 3mm の3ターンのソレノイドコイルとしました。内部に小さなサンプルを挿入できるようになっています。計測の原理について簡単に説明します。 NMR 信号、横磁場、勾配磁場の間にはこのような関係式があることが知られています。小型 RF プローブ計測ではサンプルが非常に小さいとして、それをデルタ関数で表し、この式に代入することで、新たな式を得ることができます。ここで右辺の K というのが勾配磁場の積分値に対応しているので、信号の位相を計測することによって磁場をモニタリングできるというのをこの式が表しています。実際には磁場の不均一性等を考慮してこのように式を書き換えます。ここで右辺にある FL というのが球面調和関数に相当しています。本研究ではこの球面調和関数の0時の項、そして1時の x と z のみに着目して、このように式を書き換えました。
ここで KX、KZ というものを二次元平面上にプロットしたものが K スペースプロジェクト2になります。また K0 という項もありますが、これは物電流地盤の0時の成分を表していますが、本発表ではこちらについては議論はしません。先ほどの式をこのような行列式に書き換えます。そして、3点での計測を行うために小型 RF プローブを3個複製しました。実験装置です。こちらが 1.5 テスラの超電導磁石です。この内部に本研究室で製作した勾配磁場コイルを挿入しています。さらに内側に、画像撮像用の RF プローブと小型 RF プローブを挿入しています。画像撮像用の RF プローブの周囲に小型 RF プローブを3つ配置しています。プロジェクト2の計測にあたって、小型 RF プローブ内部にはこのようなキャピラリファントムを挿入しています。内径が 0.5mm のものです。また計測したプロジェクトには32ショットのスパイラルスキャンを用いました。こちらに条件が3つあります。共通のパラメータとして画像シェアは 64mm×64mm としました。それぞれ条件はマトリックスサイズ、画素サイズ分解能が異なっています。画素サイズが小さくなるに従って計測する低空間のサイズも大きくなるということにも留意しておいてください。またそれぞれの計測時間は51分です。はじめにマトリックスサイズが 128×128 の計測結果についてです。左側赤色で示したものが、プロジェクトの設計値、右側がシステムを用いて計測した値となります。これらを比較すると、設計値に比べて計測値は小さくなっていることが分かります。この原因としては、渦電流の発生によって勾配磁場が弱められていて、プロジェクトが小さくなったものだと考えております。続いてマトリックスサイズが 256×256 の結果についてです。こちらについても先ほどと同様に設計値に比べて計測値は小さくなるという結果となりました。最後にマトリックスサイズが 512×512 のものについてです。こちらについては直接計測値がある点を境に、大きく歪むという結果となりました。直接計測値の中心付近は良好な螺旋波形を描いていますが、端付近では、K の値が2200を境に著しく計測精度が低下しました。この原因として、キャピラリファントムの NMR 信号というものを考えています。このキャピラリファントムのフーリエ変換がこのような格好をしています。ここで NMR 信号の断面を取ってみると、横軸 K、縦軸を信号強度としてこのような形になります。信号は K の大きな点で、0点を持ちまして、この0点がちょうどここに一致していると考えています。この0点では信号が計測されないので、その0点付近で計測の精度が著しく低下したのではないかと考えています。2つ目がガーフ計測とKスペースプロジェクトの予測についてです。ガーフとは、勾配磁場のインパルス応答関数のことです。こちらにインパルス応答の一般的な式を示しますが、入力と出力というのが今回は勾配磁場になります。実際に実験的にインパルスを入力することは難しいので、今回は入力波形はこのような三角波としました。そしてこれらの入出力波形から、こちらの H オメガ、ガーフを、算出します。ガーフを知ることができれば、あらゆる入力に対して出力を予測することが可能になります。また K と勾配磁場の関係式を利用して、出力波形を時間積分することで K スペースプロジェクトリの予測値の算出が可能となります。なぜこのガーフ計測にフィールドカメラシステムを用いるかということですが、三角化を入力した時の K の値の変化というのを先ほどの実験位置と同様にして、この K を計測します。そしてそれを時間微分することによって出力波形を容易に計測することが可能である点が、このシステムを用いた理由です。これらの入出力波形からガーフを計測しますが、計算の過程でこのような特異点が生じてしまいます。ので実際には複数の異なる三角化を入力し、それぞれのガーフについて、それぞれのガーフを算出した後にこの式に従って合成を行うことで特異点のないガーフを得ることができます。実験装置は先ほどと同様ですが、先ほどから内径が少し大きくなって内径 1.0mm のキャピラリファントムを挿入しています。こちらが実験結果です。
GZ コイルと GX コイルにこのような三角化を入力し、得られた出力波形をこちらに示します。これらの入出力波形から算出したグラフがこれらになります。そして、このグラフと先ほどの計算式を用いて、テストストラジェクトリーの予測を算出しました。こちらは、計算時間というのは PC の計算にかかる時間でして、これは約1分程度で、予測が可能となります。こちらにテストストラジェクトリーの設計値と予測値を示します。それぞれガスサイズが異なる3つの先ほどのパラメータについて予測を行いました。画素サイズが 0.25mm の時にはモアレが観測されています。 0.15mm の時は先ほどの直接計測では端の方が歪んでしまいましたが、予測ではそういったことは起こりません。これらの強化を行うためにアクリルパイプファントムの撮像を行いました。先ほどの画像撮像用のRFプローブ内部にこのようなアクリルパイプファントムを挿入し実験を行いました。撮像したのは画素サイズが 0.5mm パーピクセルのスピンワークフォとスパイラルスキャン法の2つです。こちらに、撮像結果を示します。右側3つがスパイラルスキャンの画像で、それぞれ設計値、計測値、予測値を用いて画像再構成を行った結果です。参考画像としてスピンワーク後の画像も載せています。これらの大きさを比較すると、スピンワークと設計値を用いて再構成を行った画像では、設計値を用いたスパイラル画像が少し縮んでいることが分かるかと思います。しかし計測値と予測値を用いることによって、この大きさの補正がされています。またパイプの内部を拡大した図をこちらに示します。設計値では、パイプの内部に白と黒のコントラストがはっきりと分かれている点がありますが、計測値ではそれが少し低減されているかと思います。一方で予測値を用いた場合には、このような渦巻き状のアーチ国境が確認されました。予測値で再構成を行った場合のこの渦巻き状のアーチ国境について考察します。計測値と予測値の一部分のみをこのように取り出して比較を行いました。これらを比較すると、低周波成分 K の原点付近ではよく一致していますが、高周波付近を拡大するとこのようにズレが観測されています。一般に NMR 信号の、高周波の成分というのは画像の詳細部分を決定するとされていますので、先ほどパイプ内部に現れたアーチ角度はその詳細部分の、エラーだというふうに考えています。また予測と計測値にこのような差を目指した原因として、互等関数ガーフの計測精度の低さが挙げられます。このように高周波付近で SNR が悪くなっている点もありますので、高周波で SNR をよく計測していくことが重要だと考えています。以上をまとめます。 1.5 テスラのコンパクト MRI 向けにフィールドカメラシステムを開発し、スパイラルスキャンにおけるケースベーストラジェクトリの直接計測と予測を行いました。ケースベーストラジェクトリの直接計測についてですが、スパイラルスキャンの再構成画像では画像視野の補正や画像圧縮の低減効果が見られました。一方で計測するケーススペースが大きい場合には計測限界があることが分かりました。またシーケンス、計測するトラジェクトリーのパラメーターが変わるごとに計測を行う必要があり、計測時間がかかります。今回の実験では、約51分かかりました。ガーフ計測とケーススペーストラジェクトリーの予測についてですが、一度ガーフを計測してしまえば、あらゆるケーススペーストラジェクトリーの予測が短時間で可能となります。また、画像視野の補正効果もありました。一方で、画像アーチファクトが見られた部分もありました。こういったアーチファクトを低減するためには、ケーススペーストラジェクトリーを正しく予測する必要がありますが、そのためには、さらに精度よく、ガーフを計測する必要があると考えています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。質疑ご討論のところで